皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、シンプルだけど分かりやすいアイデアというテーマでお届けいたします。今さながらコンビニというのは実にフレキシブルに事業展開ができる業態だと感じています。ちょっとした空き地、ビルやマンションの1階のテナントが空いてれば出店が可能だからです。これが地方のスーパーやドラッグストアとなると、そう簡単には出店できません。品揃えを重視するため、ある程度広い店舗スペースが必要ですし、駐車場も確保しなければいけません。ですからコンビニに比べれば、次から次へと出店するわけにはいかないということですね。しかし出店するのが容易だということは、一方では競合がどんどん増えていくということでもあります。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークル系などの大手コンビニは、あの手この手と差別化戦略を打ち出してきます。今年の春、ファミリーマートはカラオケ大手の第一興商と共同でカラオケ一体型のコンビニをオープンさせたのは記憶に新しいところだと思います。この店は東京都大田区にあり、店舗面積は約637平米、コンビニ部分は約100平米と通常よりも2割程度小さいそうですが、 ATM などはきちんと設置されています。カラオケ一体型コンビニを利用するイメージですが、お客様がコンビニで買ったファーストフード、お酒、ジュースなどをカラオケルームに持ち込んで歌を楽しむといった感じでしょうか。従来のカラオケ店よりも飲食面の融通は効きそうです。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。この一体型店舗は第一興商がファミリーマートの加盟店となります。したがってカラオケとコンビニの責任者を兼務できるほか、従来カラオケ店内にあるキッチンが不要になり、ホールのスタッフも削減できるという大きな大きなメリットがあります。まさに一石二鳥といった感じです。ファミリーマートは第一興商と手を組んで、3年間で全国に30店舗を出す計画を打ち出しているそうです。さて、昨年9月は、ごめんなさい、昨年ではありません。今年の9月ですね。ローソンが広島県内を中心に約60店舗を展開する双葉書店と業務提携して、書店といった型のコンビニをオープンさせました。この店は広島駅前にある双葉書店ギガ広島駅前店で、書籍、CD、ゲーム、DVD の販売とかレンタル、中古品の取り扱い、そしてネットカフェなども併設しています。これにですね、ローソンが加わったということです。春までに5店舗、3年間で20店舗まで拡大することを目指しているそうです。このようにコンビニは異業種とのコラボレーションによる展開を本格的にスタートさせています。これは従来通りの新規出店では客数とか利益の確保が難しくなってきたのだと思います。弊社事務所から車で5分以内で行くことのできるコンビニはなんと9店舗もあります。大げさな言い方ですが、右を見ても左を見てもいやおにでもコンビニが目に入るということです。現在の日本は利用規模から言ったら圧倒的にコンビニが第一でしょう。さて、コンビニが始めた異業種のコラボレーションの発想ですが、アイデア発想でよく使われるオズボーンのチェックリストの結合にあたります。結合とは、すでに世の中にある新しいサービス同士を合体させたら新しいアイデアになるのではないかというものです。世の中の商品やサービスにはこの発想を使ったものは非常に多いことに驚かされます。例えばカメラ付きの携帯電話、これはカメラと携帯電話を合体させたものです。スーパーマーケットはもともとはバラバラに存在していた八百屋さん、肉屋さん、魚屋さんを一緒に合体させたものです。先ほど紹介した双葉書店などの大型書店ももともとそうです。本屋と CD ショップ、そしてレンタルショップ、ゲーム屋さんなどを合体させたものです。
一番簡単で一番お客様の支持を得られる可能性が高いアイデアが既存商品を合体させるということですね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いいたします。そしてこの辺にですね、商いはカドカドチャンネルのバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックしてぜひ登録もよろしくお願いいたします。